皆さんこんにちは、ねねです。はい、今回は子供でねね一人しかいないので宿題をしたいと思います。あれ、この文章を読むって問題ですけど、この章を読むってところはあれなぞりなんですけど、文が結構うまく書けてまあまあ、見本よりは下手くそなんですけど、まあとりあえず書いていきましょう。なぞりも丁寧にやんないとダメなんです。結構直し生えてるんです。あ、まず直しもやらないとね。どこだ？あー、めんどくさ。ここ。結構直されてるじゃん。何を間違えたの？あれ。ああ。ここさ。見るっていう漢字のところ。見って漢字がさ、なぞりだからさ、空って全部書いちゃったから。うん。ところ。そういうことね。そう。やばー、消しちゃえ。この赤の印が適当に書いちゃえ。直しなんだから。シュッ。お、田んぼ綺麗でしょ。ねえねえねえ、うん、小学校では直しされちゃったので、2年生には直しされないように頑張ります。もうすぐ2年生になるね。はい。って言ってもまだだけど、4月から2年生になるんだよ。うん。今2年生の子は3年生になるよ。そう。6年生は中学校に行くんだよね。そう。卒業式とかあるのかね？あるよ。やるって？多分ある。表情を最後もらうんでしょ。そう。懐かしい。前年の卒園式でママ泣いてましたね。ボロ泣きだよ、もうあんな。最初に習ったのはねねは言葉で言うのね。皆さんよく聞いててください。まず木です。うん。木を植える、積み木。大、大きい、大いに、大きいの大ですね。大きな象、大空。地ですね。小さいとか、小さいアリ、小さく切る。まあ、もうとりあえずそれ読むしかないので、ただ言葉で言います。1、い、ひと、つ、ひと、2、二つ、ふた、3、三つ、みつ。あー、これ直しされてんだ。まあいいや、見せるだけでいいよ。結構やってるね。国語の授業でやってるやつ。そう、これ。あ、すごいすごい。ほら、結構ね。子供の子、空、男。じゃじゃーん。ほら、人が景色を見るか。この話読むね。うん。自動車比べとあれ、おかゆのお鍋。うん。いっぱい読んでもいい？いっぱい。いいよ、もちろん。やった！終わった？まだ終わってないよ。だんだん。ここ全部やるの？うん、全部パンパンにするまでやらないとダメなんだからさ。もうさ。これを同じように書くの？そう。ものは釣り上げる。頑張れ。ねえ、めんどくさいよ。もう誰かロボットがやってくんないから。ん？ロボットがやってくんないから。そうすれば学校も休めるし、宿題もロボットがやってくれるし、直しもしてくれる。こう、マグロって言ってる。結構大変だな。あげるか。1ページ、あれ、あと1行で割る。1ページが。あと1行、2行、3行。あとここ3行やった。大きい車体。大きい車体。お茶お茶。おーしゃ。気をつける。ああ、木嫌いなんだよな。この木の木。ん？この木。あんまり好きじゃないんだよな。今日夜ご飯何する？ブリ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 。ブリやめてー。やだ。連日ブリで。やだブリ。他にも魚何がいるか？やだブリ以外にあんまり好きじゃないの。え、いっぱい好きなのあるじゃん。鮭は鮭。やだ。鮭やだ。昨日魚だったが今日お肉にしようかな。やだ。すき焼きは？あ、でもすき焼きって気分じゃないな。暑いもん今日。何しようかな。ブリ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 。キキ。ほらね、木むずいでしょ。あ、綺麗にかけた。あ、何してんだねでは。文章。大きい毎日。次算数。算数もあんの？うん、プリント。今日はプリント。繰り上がりの算数。これやりづらいからこれ引こう。どういう問題なの？例えば。16-9の計算の仕方を考えます。四角に合う数を書きましょう。6から9は引けない。6から9は引けない。16とどういうことこれ？これどういうことよくわかんない。引き算。多い数からね、簡単に引く方法。6から9は引けないだ。6から9は引けないよね。うん。16。そういうことなんだ。と、あれ。16を。うん。何と何で分けんだろう。これじゃん。書いてある。16と10に分ける。うん。10から9を引いて1だよね。1。うん。引き算。14-9は。あ、これ繰り上がりの引き算じゃん。で、まずこうして、うん、こうやって、うん、ここ1でしょ、10でしょ、ここ4だから5だね。あ、そうやって覚えてんだ。そう。ねえねえ、書かないとわかんないもん。いいじゃん、いいじゃん。こんな感じでやっていく。2でしょ。10でしょ。はい、終わり。裏か。文章問題？式14個ありました。ケーキを作るまで8個使いました。どういうこと？待って、どういうこと？卵が14個ありました。ケーキを作るのに8個使いました。残りは何個ですか？あ、14書いて、ここ式、文章問題だとわかんないから、こうして、4でしょ？14-8。は6個。はい、簡単にこんなすぐあっという間に終わりました。よし、1問終わり。あれ、うさぎが7匹います。カメが15匹います。います。カメやうさぎより何匹多いですか？ママ来て。わかんない、これよく。よくわかんない、式書いてあって。何？まずわかんないから、さっきみたいにここに書いてんだけど。さっきこれがわかんないの。うさぎが7匹、カメが15匹います。カメはうさぎより何匹多いですか？わかんない。カメはうさぎより何匹多いですか？だから、カメの数からうさぎの数を引けばいいんだよ。うん。カメ引くうさぎを書けばいいんだよ。うん。あ、じゃあ15に7引けばいい。そう、そういうこと。あれ？あった。ってことは8。そう。15-7。そう。7は8。答えは8匹。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 これはなんだ。四角に数を書きましょう。思い出そう。15は10と。よくわかんないな。10にいくつ足したら15になる？ 5。そう。8は10と 8？ あ、言葉が難しいね。10足す8はってことね、これ。はあ、18だ。そう。じゃあ読む。頑張るね。頑張るね。オッケー。じゃあ教科書出してきます。どんな仕事をしていますか？そのためにどんな作りになっていますか？バスや重要な何？バスや乗用車は人を乗せて運ぶ仕事をしています。そのために座席のところが広く作ってあります。外の景色がよく見えるように大きな窓がたくさんあります。トラックは荷物を運ぶ仕事をしています。そのために運転席のほかは荷台になっています。広い荷台になっています。重い荷物を載せるトラックにはタイヤがたくさんついています。クレーン車は重いものを吊り上げる仕事をしています。そのために丈夫な腕が伸びたり動いたりするように作ってあります。車体が傾かないようにしっかりした足がついています。見てこのお話めっちゃ面白いから。おかゆのお鍋、貧しいけれども心の優しい女の子がいました。女の子はお母さんと2人で暮らしていました。うちには食べるものが暮らしていましたが、うちには食べるものが何もありませんでした。ある時、女の子が森に食べ物を探しに行くと、向こうからおばあさんがやってきました。こんなところで何をしているんだね。おばあさんに尋ねられ、女の子は恥ずかしそうに答えました。野いちごを探しているの。お母さんと一緒に食べようと思って、そうかい、お前、お腹が減っているんだね。それならこれを持ってお帰り、お腹が空いたら鍋さん煮ておくれ。と言えば、おかゆがどんどん出てくるからね。止めるときは、鍋さん止めとくれって言えばいい。そうすりゃおかゆが出なくなるからね。おばあさんはそう言うと、お鍋を一つ女の子に渡しました。うちに帰ると、女の子はお鍋に向かって、鍋さん煮ておくれと言いました。するといきなりお鍋がぐらぐら煮え出し、中からうんじゃらおかゆが出てきました。これにはお母さんも大喜び。二人ともお腹がいっぱいになると、女の子はお鍋に向かってお鍋に向かっていました。鍋さん止めとくれ。するとお鍋はピタリと止まって、おかゆが出なくなりました。こんな風にして女の子とお母さんは食べ物に困ることがなくなりました。何しろお腹が空いたらお鍋に向かって鍋さん煮ておくれと言えばいい、言いさえすればいいのですから。ある日、女の子が町の外に出かけたとき、お母さんはお腹が空いたので、お鍋に向かって言いました。鍋さん煮てくれ。お鍋はぐらぐら煮えたら、おかゆがうんじゃら出てきました。お母さんはおかゆをたくさん食べ、お腹がいっぱいになりました。けれどもお母さんはお鍋を食べようとしてハッとしました。いつもお鍋に向かって自分を言うのは女の子の役目だったので、お母さんは止める時の呪文をよく知らなかったのです。そこでお母さんは鍋さんやめとくれと言ってみました。もちろん鍋は止まりません。次にお母さんは鍋さん終わりだよと言ってみました。やっぱり鍋は止まりません。その他お母さんは思いつくままにいろいろ自分らしいことを言ってみました。けれども間違いだったので、お鍋はおかゆを煮るのをやめませんでした。ぐらぐらうんじゃら。鍋からおかゆがどんどん出てきます。やがてうち中おかゆだらけになりました。それでもお鍋は止まりません。ぐらぐらうんじゃらうんじゃら、おかゆは道にあふれてました。それでもお鍋は止まりません。ぐらぐらうんじゃらうんじゃら、とうとう周り中おかゆだらけになり、それどころか町はおかゆに埋まってしまいました。ようやく町へ帰ってきた女の子あたり一面のおかゆを見て、何が起こったかわかりません。鍋さん鍋さん止めてくれ。女の子は呪文の言葉を言いました。それでやっとお鍋は止まりました。けれども町に入ってこようとする人々はおかゆを食べながら歩かないと道を通れなかったそうです。終わりました。やっと終わった。よし、スーパー行こう。よし、じゃあまた見てね。バイバーイ。ドドン。なんじゃい。なんじゃい。お疲れ。